ハイボルティースケートボーディングのマッティです。今回はデッキに乗った状態で地面を蹴って前に進むテクニック、プッシュについて解説します。スケボーに乗る上で基本中の基本となるトリックなので、ぜひこれを参考にマスターしてみてください。プッシュとはデッキに乗った状態で片足を下ろし地面を蹴ることで前方に進むスキルのことです。スケートボードに乗る上で必要不可欠となる動作です。シンプルな動きだけにスケーターのレベルが現れます。まずは止まった状態、基本のスタンスを確認していきましょう。前の足は椅子の上、もしくは少し手前に置きましょう。前の足は親指の付け根、母指球に体重を乗せましょう。後ろの足はテールの端、デッキから落ちないところに置きましょう。上体とデッキに置いた前足を進行方向に向けます。テール側の足を地面に下ろし後方に向かって蹴り出します。この動作は必要に応じて数回行います。地面を蹴った足をテールの上に戻し、肩とデッキを平行にして基本のスタンスに戻ります。重心は常に前後のトラックの間に置いておくことが大切です。重心位置が前後のトラックから外れると、このようにバランスを崩し危険な転び方をしてしまいます。このケースは重心が後ろに行き過ぎたためバランスを崩してボードから落ちてしまっています。これをスケーター用語でまくられると言います。腰を落として重心位置を低くし、なおかつ膝のクッションを使うために軽く膝を曲げた姿勢がスケートボードを乗る上での基本的な姿勢になります。基本スタンスに慣れてきたら目線の方向にも注意しましょう。慣れないうちは足元ばかり見がちになってしまいますが、足元に気を取られていると前かがみになりバランスを保てないだけでなく、進行方向の路面や障害物に対応できなくなってしまいます。ある程度プッシュのスタンスに慣れてきたら進行方向を見てプッシュするように練習していきましょう。以上、プッシュの解説でした。僕たちのブログでは詳しい解説を文章と写真で行っております。概要欄の方からそちらのブログに飛ぶことできますので、ぜひチェックしてみてください。あと Twitter、Instagram ぜひチェックお願いします。この動画が参考になりましたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。以上、ハイボルテージスケートボーディングでした。バイバイ。